はい、皆さんこんにちは、こんばんは、にゃんたチャンネルのにゃんたです。今回の動画はですね、動画はっていうか、もう8月25日過ぎたので、以前動画で言ってた八代におられる YouTuber、DJ 中村健太郎さんと、9月に入ってからね、旧佐敷トンネルの方に行ってこようと思います。そこはね、ちょっとおいおい日程を2人合わせて噛み合った時に一応行く予定にはなるんですけどね。前回っていうか、そのチャンネル休止する前に僕夜行こうかなと思ったけど、一回下見で行ってるんですよ、お昼にね。でその時の動画は概要欄に貼っときますので、まだ見られてないよっていう方はぜひ見てみてください。昼間でもね、すごく怖かったんですよ。で、あ、これ一人で行けねえなーと思って、で、次行くなら絶対誰かと行こうって思ってた場所なので、で、まあそこからちょっとね、チャンネル休止になっちゃったんで、まあ全然行けてなかったんですけど、まあ今回中村健太郎さんとご縁があったということで、まあ9月に入ってからどっかのタイミングで行ってきたいと思います。で、熊本県のね、旧佐敷トンネル、まあどういう場所かっていうのをちょっとお伝えしようと思うんですけども、ちょっと待ってね。旧佐敷トンネルとは、今ちょっとググっております。これでいいのかな。心霊スポット。ここだな。ここのサイトでいくか。今ちょっとググっていろいろ出てきたんですけど、まあ、ネットなんでね、賛否両論はあると思うんですけど、ちょっと読み上げますね。熊本県で、最も有名な心霊スポット。それが旧佐敷トンネルと言います。僕の中では田原坂の方が結構有名だったんですけどね。まあ、熊本県三大スポットの一つで、心霊スポットの一つが旧佐敷トンネルです。で、建設途中に、落盤事故が起こってしまったというトンネルで、道も細く事故も多いトンネルらしい。まあまあ、前回行ってるんでね。まあ、ちょっとわかるんですけど、で、女性の幽霊が出てきたり、行方不明者が出たりという噂がある。で、旧佐敷トンネルまではこんな感じの細い道を、しばらく進む。この写真のやつですね。で、現在は、振動が通っているため、ここを通る人はほとんどいない。地元の農家の人ぐらいだ。そうね、前回行った時も、ありました。民家ですかね。民間ごたつの確かあったけど、多分人住んでるのかな。だけど今回夜行くんで、すごい静かに、迷惑にならないように行こうかと思ってます。で、読み上げていきますね。で、道の入り口にあったお地蔵様、トンネルの落盤事故の犠牲者の霊を供養しているのだろうか。それにしてはトンネルからは随分離れていた。で、15分近く車を走らせ、ようやくトンネルに到着した。で、トンネルの周辺には誰もおらず、シーンとしていた。そうなんですよ。奥が行った時も全然人いませんでしたね。で、トンネルは明治時代に作られたもので、100年以上も、前のものだ。そんな前にこんな長いトンネルをよく作ったもんだ。すいませんね、棒読みで。旧佐敷トンネルは、旧道ではあるものの、まだまだ現役で使われており、車で通行することも可能だ。そうなんですよ。前回僕、途中まで歩きで行ったんですけど、なんかね、変なのが映って追っかけられて、で、バーって戻って、で、そこから車で行ってるんですよね。ね、この長い距離を徒歩で往復するのはしんどいので非常に助かる。しんどい以前の前にめちゃくちゃ怖いっす。昼間でもすごい怖かったっすもんね。で、トンネルの中は真っ暗。そう、前回昼間で車のライトもアップの状態ですごい暗かったですね。地下水の染み込みの天井から水滴がボタボタと、滴っていた。徒歩で歩く場合は傘を持って行った方がいいくらいだ。ああ、ここ
このサイトの人すごくよく撮ってる。すげえ。で壁はボロボロ、シミの跡が出て、こういうのを例の顔とか言う人もいそう。あ、まあ確かに確かに、壁は何回も修復された跡があった。100年という歴史の中で交通事故などもあったのだろう。そうね、100年って言ったらそういうのもまあまあ多々ありそうですよね。でトンネルの反対側、街灯もなく夜は本当に真っ暗、夜に一人でここに来て車を売りと言われたらちょっと。そうなんすよ、だけん前回ね僕夜行きらんかったんすよね。というわけで旧佐敷トンネル、心霊現象には、心霊じゃない、ごめんなさい間違えた、霊現象には遭遇しなかったが雰囲気はバッチリ。夕方の訪問だったが何やら肌寒い感じがした。夜に行く際は自己責任でね、っていうことですね。はい、すいません、こちらのサイトの方ちょっと動画使わせていただきます。すげえ、このブログ書いてる人よく撮ってるし上手やな、すごい。はい、あ、ちょっと話がそれましたね。ということでね、皆様、中村健太郎さんと時間と日にちを合わせて、夜に行ってきます。がっつり夜に行ってきます。もう前回ね昼だったんでね、友達とかね、知人から、なんや、昼に行って、あかん怖がって、みたいな感じで言われたんで。ということでね、今回、ちゃんと夜に行きますので、お楽しみください。ちなみに、この旧佐敷トンネルには、かなり有名な YouTuber さん、フィッシャーズさんも来られてますし、ホラーチャンネル、だらしめんさんも来られてるくらいの、本当に有名な、心霊スポットになっております。前回ね、昼の動画にもかかわらず、僕が撮影したやつですね、結構不可解なやつとかも映ってたんで、そちらもちょっともしよかったら見られてください。ということでね、動画を出すのは多分9月以降になると思いますので、それまですいませんがしばらくお待ちください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。